皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回はロケット燃料についてだったわね。燃料だけで一回使うとは思ってなかったが、今回も引き続きロケットについて話していこうと思う。何について解説してくれるの？今回はロケットエンジンの仕組みについてだ。燃料の種類やコスト、効率によって様々な構造があるのでそれを見ていこう。エンジンの構造にもいろいろとあるのね。前回説明したがロケットには大きく分けて2種類ある。固体燃料と液体燃料ね。そうだ。この2種類の比較から始めると、固体燃料ロケットはシンプルな構造で作られている。基本的に燃料タンクの下に水力方向を調整するノズルがついているだけで、燃料や酸化剤を調整する機構は必要ない。あ、燃料と酸化剤が一緒に含まれているからね。なので今回のメインは液体燃料ロケットのエンジンになる。液体燃料のエンジンはどんな構造になっているの？固体燃料と稚外燃料と酸化剤をそれぞれ燃焼室に送らないといけないので、そのためのターボポンプが取り付けられている。ターボポンプって何？燃料と酸化剤を勢いよく送り出すための機構で、小規模な燃焼室とタービンで構成されている。まずエンジンのメインの燃焼室に送る前に、小規模な燃焼室に燃料と酸化剤を送る。そこで燃焼を起こして水力を発生させる。その水力をタービンで受け止めて、メインの燃焼室に送る側のタービンを勢いよく回す。こうすることにより大量の燃料と酸化剤をメインの燃焼室に送ることができるんだ。なんだかとても複雑ね。液体燃料のエンジンはいかに燃料と酸化剤を大量に燃焼室に送れるかが打ち上げ能力に直結する。構造としては複雑だが小さなスペースで効率よく燃料と酸化剤を送れるので非常に重要な機構だ。同じロケットエンジンといっても固体燃料のエンジンとは考えることが全く違うのね。タービンの性能として例を挙げておくと、例えばスペースシャトルの RS-25 エンジン。これは毎秒約500リットルの液体水素をメインの燃焼室に送り出している。毎秒500リットル？とんでもない量ね。これを実現するために、タービンは毎分約7万回転というとてつもない高速回転をしている。これはレースの F1 で使われるエンジンの5倍以上の回転数だ。想像もつかないわ。そこまで来るとすぐにタービンが壊れちゃいそうね。壊れないようにするために極限の技術が必要なんだ。実際タービン開発に難航して打ち上げが延期されたなんてこともある。日本の H3 ロケットがいい例だな。小さなタービンだけで延期するなんて。ロケット開発は難しいわね。次は燃焼室についてだ。燃焼室？単純に燃料と酸化剤を使うところじゃないの？確かにそうなんだが問題は内部の環境だ。勢いよく燃焼する関係でものすごい高温が発生するし、生み出された水力のせいで圧力がとんでもなく高い状態になる。地獄のような環境ね。液体水素と液体酸素の組み合わせを例にすると、燃焼温度が約3000度だ。鉄の融点が1500度だから、鉄も溶ける温度だ。え？じゃあ燃焼室も溶けちゃうんじゃ。そこで重要になってくるのが冷却だ。燃焼室の壁の内部に細い管を這わせ、その管に冷たい液体燃料を流す。こうやって冷却することにより燃焼室が溶けるのを防いでいるんだ。燃料が冷たいことをこんなところで活かすなんて驚きね。冷却に使った燃料はそのまま燃焼室に送られるので、燃料が無駄になることはないな。無駄なく利用できてるのね。さっきと同様に RS-25 エンジンを例にすると、燃焼室の壁には約1080本の冷却管がある。まあ、それでも壁の温度は800度以上になっちゃうが。800度か。でも3000度と比べればだいぶマシね。次はノズルだな。燃焼室で発生した水力を外に出す部分だ。ノズルってラッパのような形をした部分のことよね。なんであんな形をしてるの？高温高圧のガスを膨張させて加速するためだ。ノズルの形状が水力に大きく影響する。よくわかんないわね。どういう原理？ノズルの短い部分であるスロートと呼ばれる部分では、流速が音速より遅いや音速になっている。スロートを通過したガスは、ノズルの開口部に向かって面積が広がることで、流速が急激に加速し超音速に達するようになる。
よくわかんないけどとりあえず狭いところから広いところに移動すると速度が上がるってことね。その認識で間違ってないかな。流体力学という専門的な分野なので細かく見ると複雑だ。液体水素エンジンでは流速は秒速約4400m、マッハ13に達する。マッハ13、それだけの力があるからあの巨体を宇宙に運べるのね。さらにノズルを通ることにより、水力を効率よく一方向に向けることができるので、コントロールがしやすくなる。ただこのままではエンジンの方向は固定されたままなので、行きたい方向に進路を変えることができない。え？じゃあ意味ないじゃん。そこで最後の重要な機構であるジンバル制御だ。ジンバル制御？聞いたことないわね。これはシンプルでエンジンの向きを変更するための機構で、油圧や電動アクチュエーターで稼働している。思ったよりも単純な仕組みで向きを変えるのね。ただ膨大な水力を受け止める関係であまり角度はつけられないし、細かな軌道調整のために早く動かさないといけないため、これはこれで考えることが多いだろうな。ターボポンプ、燃焼室、ノズル、ジンバル制御、この4つの部分で液体ロケットエンジンは動いているのね。そうだ。どの部分も緻密な設計が求められるし、極限環境で動くことを考えないといけないので、エンジンを1個開発するだけでもものすごい苦労するな。ロケットエンジンの構造について説明したが、液体燃料エンジンには燃焼方法によってさらに種類が分けられる。え？まだ複雑になるんだ。燃料供給の方法によって分類されるサイクルというものがあってな。まあ、大まかな形はさっき話した通りで、そこまで変わらないから分かりやすいと思うぞ。本当かな？まずは一番オーソドックスな方式、ガス発生器サイクルだ。小さな燃焼器で燃料を少し燃やし、そのガスでターボポンプを回す。使用後のガスはそのまま外に捨てる。シンプルだが燃料の一部を無駄にしてしまう。ちょっともったいないわね。でも構造が単純で信頼性が高く、安く作れる。ファルコン9の1段目エンジンのマーリンがこの方式だ。ガスはどうやって捨ててるの？ノズルの横から黒いガスが出ていると思うが、このようにして捨ててるな。効率よく燃焼しているわけではないので水力はほとんどなく、エンジンの効率が良くなったりはしないかな。効率よりもコスパって感じね。次は2段燃焼サイクルだ。こちらは効率重視の方式になっている。開発したのはソ連。ガス発生器サイクルで捨てていたガスを、燃焼室に送りさらに燃焼させる。こっちは無駄なく利用しようって感じね。燃料を完全に燃焼させるから効率が非常に高い。非水力が 5-10% 向上する。え、じゃあみんなこれを使えばいいのに。ただ構造が複雑で開発が難しい。特にポンプと配管に高い負荷がかかるため技術的に困難なんだ。ガス発生器サイクルでは小さな燃焼室とメインの燃焼室が完全に分かれているので圧力をあまり気にしなくて済むが、2段燃焼サイクルだと小さな燃焼室とメインの燃焼室をつなげないといけない。さらに燃料の流れを考える上で、メインの燃焼室よりも小さな燃焼室の方が高い圧力を出す必要がある。なんで小さい方の圧力が高い必要があるの？小さい方からメインの方に燃料を流すからだ。圧力負けしてしまうと燃料が逆流して大惨事になりかねない。それは恐ろしいわね。効率はいいけどその分リスクもあるって感じか。二段燃焼サイクルはさらに2種類の方式に分類することができ、燃料立地と酸化剤立地の方式がある。立地？高級ってこと？いや、そうではない。小さな燃焼室に燃料か酸化剤のどちらを多く供給するかの違いだ。例えばスペースシャトルのエンジンである RS-25 では燃料立地、ソ連で開発された RD-170 では酸化剤立地になっている。どっちの方式がいいとかあるの？高い出力とコンパクトさを求めるなら酸化剤立地の方がいいらしい。最近ではスペース X のラプターやブルーオリジンの BE-4 などがこの方式だ。まあ、使う燃料によって変わったりするんだろうな。あ、そうだ。ちょうどラプターの名前が出たのでもう一個説明すると、ラプターではフルフロー二段燃焼サイクルが使われている。また増えたわね。二段燃焼サイクルについてはこれで最後だ。従来の二段燃焼サイクルでは小さな燃焼室は一個だけついており、それで燃料と酸化剤を供給する力を生み出していたが、
フルフロー二段燃焼サイクルでは、燃料と酸化剤用にそれぞれ小さな燃焼室を用意する。それって意味あるの？通常の二段燃焼サイクルでは小規模な燃焼室で、燃料立地あるいは酸化剤立地のどちらかしか使っていないが、燃料側と酸化剤側で燃焼室を分けるので両方の燃焼方式を使うことができる。こうすると燃料や酸化剤を一切無駄にしないので水力が最大化される。さらに効率を上げようってわけね。他にも小さい燃焼室での燃焼温度を低くできるので、再利用エンジンに適しているというのもある。ただその分構造が複雑化するし設計も難しいので、今実用化されているのはラプターエンジンだけだな。スペース X は先を行ってるわね。では最後の方式。エキスパンダーサイクルだ。名前からは全く想像がつかないわね。この方式は、エンジンの冷却で使われた燃料を使いタービンを回す方式だ。冷却で使われた燃料はエンジンの熱を吸収し、気化することによって膨張、高い圧力を発生させる。その圧力でタービンを回す感じだな。小さな燃焼室を使わなくてもいけるものなのね。燃焼させる必要がない分低温で扱えるし、構造も単純なのでコストを抑えることができる。すごくいい方式じゃない。ガスを無駄なく使えていい方式だが、タービンに流すガス量が限られるため出力に制限がある。なので出力があまり必要ない2段目で使われたりする。出力が出ないなら1段目で使うのは難しそうね。ただそれも過去の話。日本の H3 ロケットは1段目にこの方式を採用している。おお、ここに来て日本。改良を加えたエキスパンダーブリードサイクルではあるが、世界で初めてエキスパンダーサイクルをベースとした1段目エンジンを開発した。主な変更点としてはタービンを駆動した後の燃料ガスの扱いが異なる。通常のエキスパンダーサイクルではタービンを動かした後のガスは全て燃焼室に送られていたが、エキスパンダーブリードサイクルではタービン駆動で使った燃料を捨てる。おお。捨てちゃうの？こうすることによりタービンの出口側の圧力が低くなり、効率が上がるらしい。さらにメインの燃焼室の圧力を気にする必要がなくなるので、今まで以上に出力を上げられる。逆流の心配が軽減されたのね。まあ、燃料を捨てる関係で燃料の消費は激しくなってしまうが、エンジン内部の温度を抑えることができるので、再利用エンジンとしても期待できるかもしれないな。今後が楽しみなエンジンね。といったところで今回はここまでかな。まさかエンジンの方式だけでこれだけの量があるなんて。時代によって求められる性能や使う燃料が違う。その違いによって色々と生まれたんだろうな。今後は再利用ロケットが主流になっていくだろうからそれに適した方式が新しく生まれるかもしれないな。ロケット技術はまだまだ発展していきそうね。次回は何を教えてくれるの？次回は飛行制御のような細かなものとロケットの種類なんかについて話そうと思っている。ロケットの種類？核ロケットの解説ってこと？いや、最近再利用ロケットが出てきているのでその方式の違いなんかを取り上げようかなと。ああ、再利用といっても色々とありそうね。まあ、ざっくりとした分類になるかな。次回はもっとわかりやすい内容だといいわね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。